皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。この動画では、すでにギターを始めてから18年ほど経ってしまった滝沢が、エレキギターの楽しさについて、魅力について、ベラベラベラと熱く語ってみようかな、なんていうふうに思っております。題して、見たらギターが欲しくなる動画、エレキ編という感じでしょうか。まあ、同じようなコンセプトで、前にアコギ編の動画をアップロードしたことがあるんですけれども、その時にいろんな方から、よかったらエレキ編の動画も作ってくださいと、そんなリクエストをたくさんいただきましたので、ちょっと作ってみようかなと思った次第でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。よろしくお願いします。ではでは、僕が思うこのエレキギターの魅力というか、醍醐味としては、この手軽さとか身軽さだと思うんですよ。エレキギター本体とアンプと、あとエフェクターという音を加工する装置がちょろちょろっとあれば、もうどんなジャンルを弾くこともできるし、いろんなジャンルを楽しむことができるわけですよね。例えば、そのブルースとかロックとかメタルとかジャズとか、だからそんないろんなジャンルがあるわけなんですけれども、大抵のジャンルを楽しむことができます。ギターとアンプ、あとプラスアルファでちょろちょろとあれば、大抵のジャンルを楽しめる。そんな感じで、この動画の中では僕自身がですね、そのいろんなジャンルのこの特徴といいますか、いろんなジャンルをね、ガーッと引き倒して、エレキギターの千差万別っぷりをご紹介させていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。エレキギター欲しくなっても知らないからねっていうことでございます。そこだけ自己責任でお願いします。今、ギター欲しくなっちゃったらまずいよという方は、この動画は今は見ない方がよろしいかなと思いますので、よろしくその辺は自己責任でお願いします。そんな感じです。とりあえず今、エレキギターとアンプを直接つないでいる状態なんですけれども、何も音を加工せずに弾くと、こんな音がします。で、今回のこの動画では、歪みという音を加工する装置を使って、エフェクターを使って、いろいろとこう、ね、いろんなジャンルを弾いていこうかなと思います。この歪みをオンにすると、こんな感じのちょっとロックな音がするんですよ。で、この歪みとエフェクターを使うと、まあ、基本的なロックとかポップスとかは大体対応できるという感じですね。ちょっとやってみますと。みたいな感じのとか。こんな感じのとか。今、このパワーコードというフォームを使って曲を弾いているんですけれども、なんかこんな形のやつ。これをあっち行ったりこっち行ったりさせるだけで、実は結構いろんな曲が弾けるんですよ。大げさではなく、ギターを始めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいめっちゃ頑張って練習すれば、このぐらいの曲は結構簡単に弾けるようになります。で、これがまたさらに上手くなってきて、こうね、指をバラバラに動かすタオン弾きというのがあるんですけども、そういうのをチャレンジしたりとかすると、またすげえ面白いわけですよ。例えばこんなの。みたいなことを言ってしまったりとか。で、さらにこれが上手くなってきて、ギターソロとかにチャレンジしたりとかすると、またそれはそれですごく面白い。例えば。こんなのとか。もちろんすごく難しいんですけれども、なんかこうね、うお、できねえみたいな感じの瞬間もすごい楽しいですし、なんかでき決めたときの、うお、俺超できたみたいな、なんかそういう達成感みたいな、満足感みたいなのもすごい大きいですし、なんかこんな感じで、基本的な、しまった、ちょっと興奮しすぎだな。ですね、なんだっけ。こう基本的なロックとかポップスとかは、歪みというエフェクターを使えば、いろんなものを楽しむことができるという感じの話でございました。で、この歪みを強くすると、もっとこの激しい、音にすると、メタルとかハードロックとかを楽しむことができます。例えば。みたいなことをやったりとか、他にも。
こんなことをやったりとか、他にも。みたいなことをやったりとか、他にも。みたいなことをやったりとか、もちろんこの辺すごく難しいんですけれども、またできるようになるとめちゃくちゃ面白いんですよ。僕はこの辺の、このメダルとかハードルのジャンル、中学校、高校生の時にすごい楽しんでたような感じです。他にもいろいろと。なんかこんなのとか、なんかすごいもう激しくて、なんかドカ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 とラウドな感じで、ボーカルの人も超ハイトーンで歌ってみたいな、なんかこういうジャンルがあるんですけれども、こういうジャンルを楽しむことができると。で、もっとこの歪みを弱くすると、いわゆるジャズとか、ジャズじゃないか、なんかブルースとか、普通のロックンロールとかを楽しむことができるわけです。例えば有名なこのフレーズ。感じでこんな、ね、曲を楽しむことができると。で、他にも何だろう、ブルースチックな曲、例えば。普通にこう聴き比べてみると、同じ楽器からなんか出てきている音とはちょっと思えなくないですか。で、まあ、今、いろいろとこの歪みというエフェクターを使っていろんなジャンルを弾いてみましたけれども、もっと言えば、この歪みがなくてもなんかいろんなジャンルを弾くことができるんですよ。ギター本体とギターアンプだけ。で、僕がよくやるスタイルとしては、こういうサムピックというものを使ってですね、この一人でこの演奏を完結するスタイルで弾いたりとかします。ちょっとやってみます。すごい、チューニングがずれる。このチューニングがずれやすいというのも、エレキギターの特徴でございます。これはデメリットですけれども、チューニングがすぐずれるんですよ。こんなもんかな。イエス。まあいいでしょう。ちょっとやってみます。こんなスタイル。このカラカラした音、なんかすごいこのなんかマッチしてて楽しげな感じですよね。なんかこうウキウキ感というか、なんかそういう軽やかな感じがなんか出てると思いませんか。で、これをこの装置をこっち側にしたりとか、このトーンというスイッチをちょっと絞ったりとかすることで、またジャズ的なことも楽しむことができるわけです。例えば。ジャズみたいなのとか、他にも。こんな感じで弾くとすげえおしゃれな感じじゃないですか。なんかこのモコモコとした感じというか、なんか癒しサウンドというか、なんか甘いトーンといいますか。なんかこういうのもすごく面白いわけですよ。ちょっと他にもやってみようかな。
ところがどっこい、こっち、スイッチをこっちにして、これを全開にして、全開にして、ガッてやると、いきなり。みたいなジャンルをやってしまうと。本当ね、なんかこう、今日はこういうジャンルで楽しもう、今日はこういうジャンルで楽しもう、最近これにハマってるからこういうジャンルばっかりやろうみたいな感じで、すごいこのね、弾ける素材、楽しむ素材がめちゃくちゃたくさんあるんですよ。これがまずのギターの楽しみ方かなと思うんですけども、どうでしょうか。皆さんが普段聴いている曲、聴いたことがある曲、好きな曲、今流行りのヒットソング、もういろんな曲にですね、エレキギターは絡んでいるので、そのエレキギターをもし習得することができたならば、もう世の中に存在している曲すべてを楽しめると言っても過言じゃないぐらい、もういろんな曲を楽しむことができます。そんな感じで僕は、まあ、いろんな曲を楽しんで、エレキギターを楽しんでいるわけなんですけれども、どうでしょうか。ちょっと楽しそうな雰囲気伝わったでしょうか。まあ、アコギはアコギでまた違った面白さがありますし、エレキギターはエレキギターでまた違った面白さがあります。この動画が皆さんのエレキギターへの興味のきっかけになったならば嬉しいんですけれども、どうでしょうか。そんな感じでこの動画をいろんなジャンルを弾きましたので、この動画を終わりにさせていただきたいんですけれども、そんな感じでございます。また違う動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。